というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらシビックタイプ R の中古販売です。はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんの中古販売をレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダシビックタイプ R ということで、こちらの車、なんと487万8000円ですね。税込みで487万です。これね、確か新車で今のタイプで、マイナーチェンジ後で、475万ですから、それよりなぜ高いっていう感じのお車です。今ねシビックタイプ R ね買えないんですよね。欲しくてもねすぐ買えないということで、まあ台数も少ないので値段が上がってるということなんですよね。まあ、走行距離ね、しかも低走行で4500キロしか走っておりません。車検も令和の4年の10月までついております。いや、極上品が出たなという感じがしますよね。いや、こちらね、マイナーチェンジ前のモデルにはなるんですが、いや、しかし値段が逆に上がってるってすごないですか？やっぱね、資産価値もかなりありますよね。今ね、コロナ禍でかなり輸入の方が、少なくなってると。まあこれね、実はイギリスの方で作ってるんですよね。なので、まあ日本車なんですが、外車みたいな感じでかっこいいですよね、その辺も。まあそんなこんなで、今買えないという車がこちらになります。下回り見ていきましょうか。傷とかね、ないかな。まあこれちょっと極上中古車で、本当に極上なんで、買う方、これ結構いらっしゃると思います。舐めるように取っていきますね。どう？小石の跳ねた様子はなさそう。多分ないと思います。これね、ちょっとカメラでもお伝えがなかなか難しいかもしれないので、ぜひともね、皆さんちょっと見に来てくださいね。本当に検討してる方。タイヤの溝なんかもね、全然大丈夫ですよね。わ、でかいホイールだわ。高いタイヤ履いてるんですよね。コンチ。これ1本ね、確か10万ぐらいします。側面もちょっとざーっと見ていきますね。っていうか、この黒光りかっこええな。黒光りかっけえな、おい。これ前のオーナーさんね、かなり大事に乗ってた感じがしますね。うわぁ、後ろエッグ。どうでしょうか。この左後ろもね、擦った様子はございません。今日はちょっといつもとレビューの仕方が違いますが、まあ、傷があるかないかを見ていただいたらいいと思います。はい、出ました。ホンダが誇る2リッターVTEC ターボエンジン。タイプ R 専用にね、作られたこのエンジンは、最高出力が320馬力、最大トルクは400ニュートンメーター発生します。エンジンルームもね、綺麗ですよね。いや、このシビックタイプ R はね、結構価値がね、今後出てくると思いますので、ノーマルでぜひ乗っていただきたいですよね。このノーマルの状態を保っていただきたいという感じがします。結構ね、ハッチバックなんで、後ろ広いんですよ。ほら、広い。結構荷物乗る。っていうかね、実用的なんですよね。ちゃんとね、4人乗れるので、4人乗れて荷物も乗せれるので、実用的なスポーツカーと言えますよね。ちゃんとこう、トノカバーもついてるし、その辺はね、やっぱシビックというか、このホンダはね、すごいなと思います。ではね、内装の方を見てみましょう。では、お邪魔しますと。内装の方はね、こんな感じです。あ、なんかこんな変わったナビついてるな。これなんか、ボコッと出とる。あれ？こんな付き方するんですね。タイプ R のエンブレムがかっけえわ。で、6速マニュアル。あ、これヒヤリして、気持ちいい。ヒヤリしてる。
あ、やっぱタイプ R のこれ全然違うわ。あのこの間ちょっとフィットを乗ったんですけど、あ、こんなに、あ、こんなにカクンカクンというか、なんか滑らか、ニュルンとしてる感じもする。ちょっとエンジンかけさせてもらいますね。ナビがこんな感じです。結構角度がついてて、あのこっち向きなんで見やすいです。これパナソニックのストラーダがついてますね。で、あのドラレコがついてます。この後ろにもついてますね。前後で撮れるドラレコがついてますね。これちなみにこれがプラス R ボタン。スポーツが普通のモードになるんか、まあ、一応ねコンフォートモードが設定されてますよね。わあ、かっこいい。タイプ R のシートやたらかっこいいわ。あの裏はねこんな感じだったんですね。無限のフロアシートを敷いてる。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。うわ、緊張するわ。ていうかこれ赤のシートベルトめっちゃかっこいい。まあ、今日もねちょっと低走行の車なんで、シュッと行ってシュッと帰ってきます。ちょっと動作チェックだけですね。おー、ははー、ハンドル重いね。小回り効かねえね。こんなに小回り効かんかったかな。うわ、ハンド、いや、私普段あのホンダ E 乗ってるんで、うわーこれすごい、これうわー、あっちゃうわーすごい。ちょっとあんまり回転数も上げないように乗りますね。はいはい、もう全然違います。これね、今487万8000円ですよ。値段が上がってるってびっくりですよね。しかもこの低走行、本当にね今買えないっていうのもあるんですけど、それ以前に値段が上がるっていうのは本当に珍しいですよね。しかもあのホンダ車で、値段が上がるっていうのはね、もうあの買った時より高い値段で販売されるっていうのはすごいことだなと思います。でこれからね2030年半ばに電気自動車EV が主になるということでね、なかなかこういうピュアなガソリンエンジンの車っていうのはこれから本当にどんどん少なくなっていきます。でまあおそらく税金とかね、いろいろちょっとデメリットの面も出てくるかもしれないです。なんですけども、こういったね資産価値を目的として、まあ、大事にね乗ってっていうのであれば、そういったね少々の税金が上がったぐらいでは本当に元は取れそうな感じがしますよね。すぐ多分ねこれ出ていきそうな気しますね。でこのシビックタイプ R のリミテッドっていうのもありましたが、あれも瞬間的にもう売れましたよね。黄色いねかっこいいやつあるんですが、まああれ買えた人はかなりラッキーだなと思います。大事に乗ってたらそれこそ本当にリミテッドは本当にもっと値段が上がると思いますね。あ、すごい、今シフトチェンジ、シフトダウンした時に回転数がフーンと上がるんですよ。これね、うまく運転がうまくなったなという感じがします。ヒル&トゥーをねしてるような感じですよね。まあさすがにこういったね渋滞はちょっと乗りづらいなっていうのはあるんですけど、まあそれ以前のなんかねワクワク感っていうのはありますよ。本当にねもうそれ一択かもしれない。このうわすげえ、このミラーから見えるこのおケツのボリューム、これ4ドアなんですけど、4ドアの後ろのドアの部分があんなにモコッとなってるんや、すごいな。いやいつかは乗ってみたい車だなと思いますが、いやちょっと失敗したかな。ホンダあれ査定出したらもう半額ぐらいだったりして、いやこっち買っときゃよかったかなって思うぐらいのね値の上がりようですよね。もう今 U ターンしてね戻りますので、いやしかしこんなにハンドル重かったかなというぐらい重い。でもね普通に乗れそうな感じがする。足回りとかなんか
めちゃくちゃガチガチじゃないんですよ。その辺もね、よくできてるなと思います。はい、いかがでしたかね。こちらの車、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくはね、下の概要欄に貼ってますので、皆さんチェックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ホンダシビックタイプ R の中古販売でした。じゃあね。おー、これはいい車だ。